今回は主乱すぎたあの内閣総理大臣、彼の名前は黒田清隆、第2代内閣総理大臣であり有名な榎本武明との友情から分かるように熱い男でした。そんな彼、熱い反面酒癖が最悪だったんです。彼が北海道の責任者だった時、ちょうど来日し教鞭を取っていたクラークと船の上で口論になります。鬱憤が溜まった彼は酒によって大砲市街地に向けて発射、民家に直撃し死者が出てしまったんです。こんな総理大臣は嫌だよね。